はい、良い子のみんな、お相撲は親お蝶のお兄さん、ヘビリンだよ、チェックということでございまして、こんばんは、斉藤ヘビゾウです。今日もですね、大相撲、今日の親お蝶のお時間がやってまいりました。令和3年秋場所の2日目、2021年9月13日の、まず結果とですね、昨日を、取り上げた部分の反省会も含めてですね、ちょっとまずお話をして、その後は明日3日目のですね、また親お蝶をですね、確認しておきたいなと思っております。まずですね、昨日ですね、私が買って、手に言い出していた大嘘つき野郎なお話でございますが、確認しておきましょう。ピックアップしたやつですね。海星君に剣翔君など、剣翔君負けちゃったんですね。で、葵山君と岩崎のお兄さん、勝っちゃいましたね、お兄さん。で、千代大龍君と翔猿君ですね、岩崎の弟君も翔猿君が勝っちゃったということで、この2つはまだ あれだったんですね。お金の残りがあったっていうか、お金出してたんでしょうね。葵山くんと千代大龍くん、明月院くんから星を買ってます。剣翔くんはいよいよあれだったんでしょうね。草加の歯医者さんがやばいことになっちゃったんでしょうね。ということでございまして、その次ですね。玉鷲くんに千代翔馬くん。やっぱりモンゴル五樹会が働いちゃって先輩を勝たすということで、玉鷲くんが絶好調ということになってますね。そして、甥っ子ちゃんとモビルスーツのテルちゃん。やっぱり、テルちゃん150万で買ってましたね。ということでございましてですね、まずここで、私ね、今場所ちょっと新しく考えてみたんですけどね、日大幕内力士の惜敗率っていうのを考えてみました。日大の力士が、幕の内に出ます。何人か出ますね。まあ大体5人から6人なんですけどもね。で、そこのうちの何人が、負けているのという確率を出していきたいと思います。今日はですね、5人出てました。そのうちの2人が負けていましたから、惜敗率が 40% ということになっております。ちなみにですね、今日もですね、斉藤はですね、何パーセントだったの？今日は斉藤はまた4割だったんですね。これひどいですね。やっぱりね、白鵬ちゃんが出てくれないと、白鵬ちゃんが相撲賭博屋にお電話をしてですね、この人が勝ってこの人が負けると教えてくれてるんですけど、白鵬ちゃん休むとですね、ガタガタになるんですよね。教えてくれなくなってっていうか、白鵬ちゃん嘘ばっかり言ってる。白鵬ちゃんいい加減にしろよ、お前相撲賭博屋さん怒ってるぞ、本当に海にドボーンってなっちゃうから、ちゃんと本当のことを教えましょうね。ということでですね、まあ、ここ確認しておきましょう。剣翔くんが負けた、岩崎お兄さん、勝った、遠藤くん勝った、岩崎弟くん勝った、大栄翔くん負けちゃった。ということで、3勝2敗ということで、負けたの惜敗率2人ということで 40% ですね。まあ、これらのことを考えると、お金を出す人が勝つというふうに考えられてきます。あとですね、2日目を終えて、全勝、2連勝しているという人が、ここにちょっと小さく書いてますね。若隆景という気持ち悪いですね、荒汐部屋にいる、日本人工作員、異常な性欲と言われてますよ、異常な性欲。結婚4年で子供が4人だかっていうね、もう大学生の時からね、子供が、もう異常な性欲って、私ら相撲ファンの間で言われてますね、異常な性欲。それで、玉鷲くん、モンゴル。ね、で北勝富士君、ね、北勝富士君は何ですか、もうお朝鮮マネーですね。はい、で霧馬山君もモンゴル、テルちゃんもモンゴルということで、もうモンゴル五条会がもうものすごいことになってますね。やっぱり先場所に引き続き、この何でしょう、モンゴルの勢力がというかですね、モンゴルの力士にくっついている谷町ですよね。チャイナマネーからお朝鮮マネーにかけてですね、そういう人たちがいっぱいお金を出してですね、モンゴルの方に送金をしながら、マネーロンダリングして自分の手元に来るようにしているというですね、もうお相撲でお金儲けというふうになっている現実を見ておきましょう。そうなるとですね、なかなか斉藤先生の相撲のですね、賭博も当たらなくなっちゃうって、もうこの人たちがね、もう支度部屋でゴロゴロね、内容を変える、または白鵬ちゃんが本当のことを教えてくれなくなっちゃうということでですね、まあ今場所どうなんでしょう、どうも斉藤先生今場所ちょっと調子悪いですね、ということでございまして、まあこんなもんでいいですか。2日目の反省というのはね、2日目の反省をとりあえず終わります。はい、ではまた3日目に行きましょうね。適当なこと書いてますね。はい、僕はですね、しつこくやりますよということでですね、3日目のピックアップ、1,2,3,4,5,6 番ですね。はい、剣翔君と栃ノ心ね、
草加の歯医者さんに田中理事長先生がお金なんとか出して剣翔くんに勝たせんのかな。でももう多分剣翔くんね、多分もうお金回らなくなってますから明日も負けますよ。はい、千代大龍くんに遠藤くん、長谷園と京都のカルトの辻本義俊か、義俊ちゃんですね。辻本義俊ちゃん、お金いっぱい出してますよね。なんて言ったって教祖様っていうのは大体お金持ってますからね。はい、ということでですね、はい、遠藤くん勝つんじゃないですか、ね、長谷園の贈り物ということでですね、化粧回しから親保長のお金まで全部面倒見てくれる。ただ長谷園の娘もらってくれなかったから、長谷園さんもいろいろと考えてるとこあんのかなと思っていますけどもね。はい、これでですね、妙義龍くんに秀の君くんですね、岩崎くんのお兄さん、やっぱりここもですね、ただこれ難しいのはですね、田中理事長先生は秀の君くっついてですね、で妙義龍の場合は山田監督がくっついてるんです。でおまけに日体大の先生もくっついてる。でこうなるとですね、この相撲に関係している監督や理事長先生がですね、談合をするんですね。これはね、次の翔猿君と照強君もそうなんです。照強君の場合は中卒の叩き上げなんですけども、なんて言ったってここの部屋はね、伊勢ヶ浜部屋というですね、世耕理事長が、世耕議員がくっついてるんですね。理事長がくっついてる、近畿大の世耕理事長先生がくっついてるということですね。もう学校利権で談合しちゃって大変。もう学校はこれからあれですもんね、生徒集めなきゃいけませんからね、学生を、学生集めてなんぼの世界ですから、ああいうなんていうんですかね、ピンボケ大学っていうんですか、日大だとかね、近畿大学ってピンボケっていうか、アンポンタン大学っていう、三流大学はもうとにかくスポーツやってなんぼっていうところですからね、そういうところでなんですね。ですからもう、なんとしてでもお相撲でですね、モンゴルから人さらいの、下膳のように人を連れてくるというですね、もうインチキ学校なんですけどもね、まあ、ここで多分談合があって、妙義龍君とですね、秀の海君はですね、さて明日はどうなってんのかなって、今私が聞いているお話ではですね、これは妙義龍君は負けて、秀の海君と合わせて星合わせっていうところでしょうね。まあだから秀の海君明日あたり勝つんじゃないのかなと言われてますけどもね。で翔猿君と照強君はですね、これも明日はこれね、あれですね、秀の海くんが勝った分ですね、これ弟くんがね負けてですね、照強くんと2勝1敗の星合わせをするんじゃないのというふうに言われております。その次ですね、玉鷲くんと大栄翔くんということで、ここもまた日大の大学院で絡んでる。ただですね、玉鷲くんはですね、大西金属さんという企業さんがついてました。なかなか堅実にやっている会社でございまして、お金いっぱい持ってるんですよ。ですから玉鷲くんに化粧回し作ったりってやってるんですけどもね。ただ大栄翔ちゃんには田中理事長先生や山田監督がくっついてますからね、もうなんとかお金を出してですね、欲しい欲しい、大星様キラキラという形でですね、くださいください、頂戴いただきます、僕はこじきですみたいなですね、そんな風に言ってるんですけど、ただもうモンゴルの力、勢力、お金にはねかなわなくなってきてるんじゃないのかな、特に今回こういうご時世になってくるとですよ、だから多分玉鷲くんが勝っちゃって3戦全勝という形に乗っていって、もしかしたら玉鷲くんまたあれじゃないですか、関東賞とか主勲賞とかって、その中で、まあ、関東賞は取りそうですね、なんかこの調子でいっちゃうとねっていうふうに思ってますけど、まだまだね2日目3日目ですから、まあちょっと考えてみましょうね。でまあ明日の結びの一番、隆の勝君とモビルスーツのテルちゃんということで、もうこれは簡単ですね。ただ隆の勝君の方はですね、もう時場山部屋ということでですね、芝光太郎さんというですね、半グレの親方がですね、くっついていて怖いんですよ。芝光太郎さんというのはもう相当怖い人なんですよ。もう人を殺すことなんか何とも厭わないという人なんですけどもね。でそこでですね、まあただモビルスーツのテルちゃんにはですね、世耕先生がくっついたり、石浦校長がくっついたりですね、ごま行の池口栄冠さんがくっついたり、鳥取県議のですね浜崎議員がくっついてるですね、警察がくっついてるいろいろやってるわけですから、まあそれでも150万という形で、これあくまでも相撲って興行ですからね、てるちゃん優勝させないとみんなどっかで殺されちゃうって人たちばっかりになってますから、ここにくっついてるですね、てるちゃん優勝でみんな殺されちゃうって人ですから、とりあえず150万でちゃんちゃんと話をつけましょうという形で、明日もてるちゃん勝ちますよという形になってますね。それでですね、明日でございます、ここれまだ空欄になってますけどね、日大の惜敗率、
ね、明日は6人出ることになってますね。ですね、十両からですね、大奄美くんが幕の内で一つ相撲を取ります。もちろん、阿鼻子くんが出ます。そして岩崎兄弟2人が出ますね。そして遠藤くんに大栄翔くんという形で6人出てますんでね、まあ、この席配率がどれぐらいになるのかなというふうに考えてみましょう。まあ、こんな形でですね、明日の、3日目のお相撲のですね、お中車レインボーブリッジという形で、見ておきましょうねという形で、斉藤先生ほとんど当たらなくなっちゃって、もうほとんどインチキ講義になっちゃってますけどね、申し訳ございません。さあ、まあ今日はちょっと久しぶりにですね、お客様にちょっとご挨拶をさせていただきたいと思います。はい、姉ちゃん見てるか、姉ちゃん見てるか、しっかりご飯食べてくださいね。はい、それでは瀬戸内さん、お元気ですか？お仕事忙しいのかな？まあ、あとですね、まあ、いろいろございますのでですね、まあ、お手好きな時にまたお越しいただければ幸甚です。はい、松竹さん、コメントがちょっとおかげきすぎますよ。ちょっとおかげきすぎてですね、 YouTube の方からご注意、めって言われてますよ。めってダメよってこう言われてますよ。ですからね、親お蝶とかお注射とかレインボーブリッジとかいいですけどもね、なんか壊れちゃうとかですね、そういうのはちょっといけませんね。壊されちゃうって言いながら壊しちゃったのね、バイタガダ水みたいな、こういうのはいいみたいですけどね。そんなことダメですか？まあ私よく知りません。そんなコメント書いた覚えありませんからね。ということでございますね。松崎さん、ちょっとおかげきでございますよ。おかげきね。はい。何でもね、あれなんですよ。白鵬は八百長だとかね、そういうね、乱暴なこと言っちゃいけません。そういうね、お品の悪いこと言っちゃいけませんよ、皆さん、お客様ね。いいですか？ちゃんと人のね、名前やしこ名にはちゃんと敬称をつけて、そして、そのね、接続詞とかね、あと主語じゃないわ、述語とかそういうふうにはちゃんとね、丁寧語をつけましょうね。ですから白鵬ちゃんは親お蝶というふうに言えばいいんですよ。お相撲は親お蝶とかですね、こういうふうにちゃんと丁寧に言わなきゃいけませんね。さあ、その次はですね、はい、松竹さんのご挨拶が終わりましたんで、はい、その次は、のりてつさん、こんにちは。コメントありがとうございます。のりてつさん、貴重なね、ご質問ありがとうございました。相撲検証、あれですか、のりてつさんのお住まいの地域では相撲検証っておっしゃいましたか？私のところはですね、大相撲クイズって言ってました。商店街でやってたの、一口ね、1000円だったかな。うん、一口1000円だったと思います。それで商店街で、紙がありましてね、その日の東西で誰が勝つか丸つけようとか、優勝する力士は誰でしょうって20丸つけましょうとかって言って、当たるとですね、一番大きく当たると軽自動車当たったりとかですね、あとハワイ旅行だとかですね、あとまあ一等特賞が、それで一等がテレビだとか冷蔵庫だとかですね、いろんなもの商店街で当たるんですよ。もう東京のですね、田舎の方の商店街でございますからね、昔からある商店街で、まあいろいろそんなものが当たったりしてですね、やったんですけどもね、僕はですね、一度間違って割った、僕はね、テレビ2回当ててますね。テレビ2回当てて、商店街の組合長さんに、もう先生お願いだから、まだあの頃先生じゃない、斉藤君と言われたんだ、斉藤君もお願いだから来なくていいって、君はかけちゃダメって言われた覚えがありましたね。でね、あれはね、何を隠そうですね、暴力団の資金源だったんです。はい、町にはですね、商店街にはまあ繁華街や、盛り場とかそういうものがありましてですね、必ずそこの地回りのヤクザっていうのがいましてですね、そこのヤクザがですね、まあ2ヶ月に一遍のですね、まあその地域の人を喜ばす、まあ娯楽も含めてですけどもね、まあ大相撲クイズって形でやって、まあお金ばっかり全部取り上げてたらしょうがありませんから、まあいろんなものを返金しちゃうと賭博になっちゃうんで、品物として、検証を与えるという形でやっていたんですね。あれ結構儲かってたんですよ、大相撲クイズっていうの。みんなそんなに当たらないから。ただですね、まあ
2010年以降ですか、暴対法とかそういうものができてですね、暴力団の方たちがなかなかこう表立った活動ができなくなってきたという形でだん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 衰退していきますね。ただ今でも東北の一部では冬の間ですね、冬の1月場所だから初場所にはなんか相撲賭博と言わないのかな、ああいう大相撲クイズらしきみたいなものあるみたいですよ。15日間やって誰が一番勝つかって、要するにマッチベットってやつですよね。多分イギリスのねブックメーカーのやり方でいうねマッチベットだと思います。マッチベットのやり方で誰が一番勝ち星を上げるかとか、そういうやり方でやってるんだと思います。でそれで勝った方はなんかちょっと例えばですよ、お米10キロもらえるとかですね、お餅がたくさんもらえるとか、なんかそんなような景品が可愛い、金賞、品物が可愛い品物を出してるぐらいのものだと聞いています。まあただもう関東はなくなりましたね。警察がうるさいですもんね。大相撲クイズはやると乗り込んできますもん。で僕はねそれをねなんで知ったかっていうとですね、もうそれは大人になってからですけどもね、クラシックのですね管弦楽団のねコンサートがあるっていうんで、歌舞伎町のですね、まあそれ興行ですからね、歌舞伎町の暴力団の親分のところにちょっと挨拶に行ったことあった。でそこでたまたまですね、商店街の組合長さんとかがいらっしゃってて、何やってんのかなと思ったら、そういう相撲のね大相撲クイズのそういう検証のですね案文をしていたというね現場をちょっと見たことがございました。まあ、懐かしい思い出になりますね。ですから、まあ、やっぱり相撲というのはですね、そういうやはりその反、今でいう反社っていうんですか、まあ、昔で言うと暴力団とかヤクザとかですね、そういうふうに言いました、任侠道の皆様とのですね、おつながりがあったんだろうなというふうに考えます。はい。その次は愛国さんにもご挨拶した、瀬戸内さんにもね、松竹さんにも、則哲さんにもご挨拶した、川原さんお元気ですか、涼しくなりましたね。ただちょっと今日昼間暑かったですね、お元気ですか、しっかり水分取られてますか、ご飯食べてますかね、あれ読まれましたか、電子図書で電子書籍で読まれましたか、大相撲は親王朝広報辞典だってやつ、週刊ポストのですよ。あれはなかなか面白いでしょ。まあゆっくり読まれてですね、まあ演芸して、咀嚼して演芸してですね、お相撲は親王朝なんだなっていうのをですね確認されると、こういう相撲の考察の仕方っていうのも面白いと思います。ラララララッさんこんにちは、コメントありがとうございます。ぜひですねこういう考察をしていただいてですね、私にも教えてください。参考にさせていただきたいと思います。本当ね、お相撲っていうのはこうやって親王朝でございますんでね、基本的に親王朝でございますということで、ちょっと時間がありませんので、たくさんコメントいただいているお客様ですね、ちょっと今日もですね継承を割愛させていただきますことをご了承いただければと思います。でね、明日の3日目ですね、他の取り組みでですね、もう全部言ってもですね、もうね斉藤先生6に当たりませんから、まあちょっとね見ておきたいなっていうのは、ね、やっぱりねモンゴル語会なんですよ。もうまずね、日大のねその五樹会はですね、大奄美に、徳勝龍でですね、まあこれはね青木君がですね多分勝つだろうなと、それとですね、剣翔君、あここもういいですね、ここ出てますもんね。で遠藤君出てるな、岩崎兄弟出てるから、あと大栄翔君も出てますもんね、1234、あもういいのか。だから大奄美君がですね多分負けてですね、多分明日の惜敗率はですね50% 超えるんじゃないのかなというふうに見ています。はい。それとですね、まあ、日大のね、惜敗率、親王朝惜敗率を出してみましたね。あとはですね、このモンゴル五樹会で、まあ、明日はね隆の勝と、まず結びの一番からね、隆の勝とてるちゃんね、これも明日も出てますね。でね、正代君とね北勝富士君がやるんですけども、これどう考えてもですね、やっぱり北勝富士君のですね谷町がですね強いですから、まあ、勝っちゃうんじゃないのと。で貴景勝君とですね逸ノ城君ですね、これ貴景勝君が明日これ負けると多分休場に入っちゃうんじゃないのかなっていうふうにちょっと情報で入ってきています。もうちょっとお相撲取れる状態じゃないみたいですね。でですね、もう面白いのがですね、御嶽君とですね甥っ子ちゃんが明日やるんですね、この1勝1敗同士で。さあこれお金飛び交いますよ、お金絶対飛び交う。御嶽君もですね JA 長野がですねもうしっかりですねお金準備できてますんで用意をしているんですが、甥っ子ちゃんの方がなんて言ったってね、お金出してるのがおじさまがおじさまですからね、もう今日本に来てますでしょ、あれね
日本に来てるのね、もちろん佐賀県のお米をねモンゴルに持ってこうってやつ、これ、ね、おいっ子ちゃんをね、あの売り出そうって、お金出して売り出そうって必死なんですよ、正直言って。ですからね、日本に来てね目光らしてるんですよ、ね、やっぱり相撲利権にね、もうね、なんとしても相撲利権復活しないと、ましてや今白鵬ちゃんお休みしてるでしょ、だからなおさらね相撲利権に食い入らなきゃならないっていうんでね、朝青龍君も必死でございます、ね、ですから明日はまあどうなるかっていうとですね、これは多分ですね、おいっ子ちゃん勝つって話ですよ。お金の力はすごいですねって、やっぱりモンゴルのお金はね、もうやっぱりモンゴル勢がですね、今すごいお金をですねばらまいてると。で明日ですね、高安と霧馬山って、ね、多分これもね、霧馬山がお金ねぶち当ててですね勝っちゃうだろう。で玉鷲と大栄翔、これもう間違いなくですね玉鷲くん勝っちゃうんでしょっていう風になりますね。あとはですね、面白いところはですね、あれですね、宇良くんと咲ちゃんやるんですけどもね、多分ね、咲ちゃんもう2連勝しちゃったんで、多分宇良くんにね、小遣い稼ぎやるんじゃないのかなと思います。もうだって咲ちゃんはね、もうね、ほんと24歳の勝ち組って言われてますからね、もうね、休みっすってこうやるわけですからね、お前あいつ来てんのかって、休みっすってこのね、休みっす、お休みっすよとかって、もうそのですね、もう後輩気質でみんなに可愛がられてる咲ちゃんがですね、やっぱりそろそろお小遣い稼ぎしなきゃいけないなとなってますね、ということでございましてですね、まあそんなところかなという形で、あとですね、詳しく、斉藤先生がですね、この明日の取り組み全部をですね、きちんと勝敗予想しているのはですね、斉藤先生のブログでも明日の朝かな、朝に、アップしますんでね、ご覧になっていただければ、ああ斉藤また嘘ついてるなという形で笑っていただければ幸甚でございます。こんなのね、目を三角にしてね、目くじら立てて見るもんじゃないですよ、こんなの笑って見るもんですからね。はい、いいですか。お相撲はですね、実力でやってんじゃないんですよ。谷町さんがいかにお金持ってるかってことで相撲やってるんですからね、この人たちね、基本的に全部親王朝ですよ。いいですか。こんなもん年間90回もですよ、真剣勝負やったら死人が続出して興行成り立ちませんからね、それはもう斉藤先生研究してますよ、ね、ということでございまして、エンディングですか。花田勝氏がなかなかどうなか分かりませんけども、当たらなくなっちゃって、白鵬ちゃんいい加減にしろよ、相撲賭博屋さんに電話するの嘘ばっかり電話してると、本当にあなた引退する時に海にドボンってやって、ある朝突然冷たくなっていましたっていうことになっても、僕は知らないっていうことでございまして、それではですね、私が殺されなければまたお会いいたしましょう。さようなら。